どうぞはオクチャンネルだー。今回なんですけども、1870回ロト6当選結果見ていきたいと思います。で、はい、今回なんですけども1870回ロト6の当選結果、非常に気になるところでございます。はい。で、ちょっとね、すいません。いろいろ、まあ、体調不良だったりとか、なんか、バタバタした部分もあったので、まあ、最近ちょっと解説の方で、まあ、新型と呼んでいる、こういう買い方してるんですよ、というところのお話、最近ちょっと抜けていたので、次回の解説からね、また新たにちゃんとそこをセットして、つまり、だからこういう理論で、こういう数字探してるんだよ、っていう話をさせていただきたいと思います。そしてなんかね、いつもあるんですけど、解説動画撮ってる時に、あ、今回多分当たるな、みたいな、なんかこう、肌感的なものとかがね、結構あったりして、で、まぁ、ちょっと今回復帰戦っていうのもあるので、まぁ、なんとなくちょっと当たるんじゃないかなっていうふうに思ってはいる節もあるんですけども、まぁ、ただ思っているだけかもしれませんというね、現実もあるというところでございます。では、早速ですね、当選結果見ていきたいと思います。即戦金。はい、行きましょう。まずはロト6当選番号を見ていこうじゃないかというところでございますが、こちら。はい、5、9、13、23、25、40、そしてボーナス数字27でございました。はい。で、出現の方で見ると、1、1、10、20、20、40ですね。ちょっと30万台飛びましたね、ということで、まあ、今回何番カットしたらよかったのってなると、やっぱり30番全カットしてもよかった。っていう風な、まあ、考えには至ると。いうところなんですが、まずそれを探すのが難しいんだぜというところではございますが。はい。で、奇数偶数割合なんですが、奇数偶数ということで圧倒的奇数ですね。ちょっとこの布陣は久しぶりな感じはしますが、最近ちょっとこう偶数のが強かったりなんていうね、流れもあったんですけど、ちょっと奇数より明らかな、よりできたというところでございます。では、まず私解説させていただいたところの内容を確認していきたいんですが、まず前回成分のトップ5だったらどうだったの、こちらでございます。はい、ここから上手に選ぶことができたとしたら、全体から選んでも1個ずつ選んでいたとしても4等は狙えますぜというところでございますね。5と9と25と40、そしてボーナス数字27がこの表にありましたというところでございましたので、まあ、ちょっと1等とか2等3等、いわゆる銀行に取りに行こうねっていう高額当選取るにはちょっとテキストとしては弱かったなと。前回成分の流れじゃなかったんじゃないかなっていうところがわかると。で、さらにこちら。はい、これ毎回申し上げておりますが、いわゆる前回成分の1から43の番号に順位をつけたものに対して何位のもの出ましたかっていうのが18位、1位、3位、14位、11位、7位、24位。無理ですね、というのが、まあ、はっきりわかるので、まあ、これ毎回一応お伝え、なぜしてるかというと、何でもかんでも指標にして、何でもかんでも上位のものを選べばいいというわけじゃないということがわかるでしょっていうことを、踏まえて、毎回毎回お付けしております。では、さらにですね、トレンドバージョンどうだったのかということで、こちらでございます。はい。で、トレンドであれば、まず、列ごとに一つ抜いていた場合、25、5、13、23、40、そしてボーナス時27の2等、そして全体像からも同じく2等ということで、今回じゃあテキストとして使うべきだったのは間違いなくトレンドだということがわかりやすい。基本的には、まあ、ほぼトレンド界の、方が、的を得てることが多いので、まあ、その分、ただちょっとこう、重複してる分もね、含めると、数字はこう見る、パッと見たらね、多いなっていう感じはするんですが、やっぱりまあトレンドってなんかわかんないけど強いから、最近の流れのものからまあ、導き出せることが結構あったりするよね、っていうのがまあ、わかりやすいのがロト宝くじなのかなと思っております。では、同じく順位ですね、数字に順位つけたものだったらどうだったのっていうところで、こちらでございます。はい、トレンドバージョンの、順位で見ると、今回1位、0位、1位、1位、1位、3位、2位ということで、明らかに1位から3位のものだけで構成していた場合、どうだったのってなると、単純にこれも2等取れますぜということでございますから、僕今非常にね、注目してるのはここなんですよ。ここからあと、じゃあどういう風に選ぶのっていうのが、まあ本当に課題なのかなという風には思っております。では参りましょう。私、エリア購入法、網の、新型ですね。まだ名前は付けておりませんが、次回ね、お話しできるようにさせていただきたいんですが、2パターンございます。はい。では、当選結果見ていきたいと思います。では、まず最初に、私、エリア購入法、網、新型。まずは、1パターン目。当選結果は、こちら！
ちょっと、ちょっと、ちょっと。いやいや、ちょっと、これまた最後に解説お話しするんですけども、ま、前にね、僕が、解説した本のやり方、ちょっと一部取り入れてるところはあるんですよ。それ結構今回いい感じにハマっていて、バッチリ9がドドドドドドド全部に入ってるよね、というところなんですけど、これ機能してる割に取れてないぞっていう悔しさ、悔しさですよね。これだからちょっと惜しいんですよね。まあ、この後でまたね、最後の最後で解説させていただきますが、もう一個ございますので、ぜひ当選結果見ていってください。では見ましょう。私が購入したエリア購入法網新型パート2、購入結果はこちら。しゃー、きたー。はい、では、まあ当たったんでよかったですけど、まあ前なんで言って小当たりですから、言って本当赤字ではありますけど、まあ、とりあえず当たり当たりなので、当たらなかったら、まあ、多分持ち出ししかないんですけど、まあ、まあ、1000円返ってくるよねっていうところで、まあ、良かったな、というところなのかな、というところですね。で、まず削除掃除なんですが、こちらでございます。はい、今回私、まあ、40番台はもう基本全部カットしましょうね、ということで、40番台は全部カットしていて、で、プラス、ちょっと今回も、まあ、2024年は大胆さというのをテーマにしておりますので、10、11、12、13、14を削除したんですよ。なら13と40が引っかかっちゃったという、ちょっと寂しいところではあるんですけど。で、今回ちょっとこれ当たり目の方も見ておきたいんですが、ちょっとこれ当たってる方ね、当たり目の方なんですけど、いわゆる、書籍解説させていただいた時に、一点突破法っていうね、考え方があって、で、それを最近ちょっと一応ロト6でもロト7でも取り入れるようにしておりまして、で、これ、解説した時にも僕お話ししたんですけど、この考え方、これがハマれば全数字の購入と非常に相性がいいんだよねっていうのを気づいていたんですよ。なので、まあちょっと実際適用させていただいてる、使用させていただいてるというところではあるんですけども、まあやり方に関しては、まあ実際書籍買って読んでいただくもよし、僕解説動画ね、出しておりますので、そこの解説動画見ていただくもよしなんですけども、とにかく1個の番号、これは来るぞということで狙い撃ちしましょうねと。で、ロト6の場合だったら残り5つは自分で、まあ、運も含めて、組み合わせさせ、していけばいいよねっていう話ではあるんですけど、これ全数字購入法と何が、いいかというと、僕の場合、まあ、こう、帯状に買ったりするわけじゃないですか。で、この帯状のところに、1点突破法の数字1個必ず全部組み込むようにするんですよ。で、じゃあそうなると、まあ、1点突破法がハマった場合、全部の数字使うから、絶対に2つは確定、決まるんですよ。ハマればね。これ非常に相性がいいなと思って、で、プラスあと運でもう一個来たら、言ったら5等取れるし、もう一個来たら4等取れるし、っていうような形になるんで、まあ、ハマった場合、非常に全数字との相性はいいなと思っていたので、実際まあ使っていると、今のところロト6、僕大阪抽選ではやっていないんですが、その前と、今回ですね、は、綺麗に1点飛ぶ方、ハマってます。あ、すごいなと思って、ちょっと驚いてはいるんですけど、意外とロト7の方でちょっとハマってないのかもしれないですが、6結構いい感じだなというところで、まあ今最近ちょっとこれ使っているというところで、まあただ、とはいえね、ハマってるのに、1個しか当たりないんだったら、ちょっとなんか納得いかないなっていうのは、正直あります。なんかもったいない感じはあります。はい。なんか残念だなというところもあるんですけども。では、ひとまず、私解説させていただいた内容の最後まで、ちょっとね、復習の方していきたいんですけども。まず、まあ、削除してはいけないよねっていう数字出していたんですが、こちらでございます。はい、まず前回の当選番号から出ておりませんっていうことですね。で、トレードの重複していた部分なんですけども、ここで14個あった中の27と40ですね。2つ来たね、というところでした。で、じゃあ削除案だったらどうだったのということで、こちらでございます。で、まあ、削除案まだ優秀な方だと思うんですが、前回、前開催の出現ランキングの削除見込みでは、1つ、23が1つ出たと。で、トレンドのトップ5の削除見込みだったら9ですね。1個引っかかっている。ただで、まあ、ここ1点突破法で適用できたので、まあ、ここは使ってたということで、ここは問題ないと。で、トレンドの順位の削除見込みの方では、はい、で、ここではまあ、引っかかってるの9引っかかってたんです。ここも1点突破法をね、使っておりますので、まあ、問題なかったということで、今回結構削除案としては非常に優秀だったと。まあ、9は、1点突破法の場合だったので、まあ、ここは使っておりますが、
ただまあじゃあそう見たら総合的に見ても23だけが引っかかっていたので、まあそれだけで済んだんだよっていうのが、まあ良かった点だなと思っております。はい。まあ、ちょっとね、とにもかくにも、結局どういった攻略法をはめるにしても、楽というか確率論を上げていきたいよねってなると、なんか一個確かに固定している方が、はまればでかいんですよ。ただ、まあ、はまるかどうか、毎回はまるかっていうのがわからんっていうのがあるので、まあ、そういう部分で言うと、プラス全数字購入法っていうのをちゃんと使っておくっていうのは、まあ、非常に重要なことなのかなというふうに思っております。で、今回の私、買い目なんですが、こちらでございますね。はい。で、じゃここ見ていただいてもわかりますが、まあ、もちろん Q がね、はまっているので、たくさん線引っ張らせていただいておりますが、それにしてもちょっとこう、もったいない感すごくないっていうのが一言あるなっていうところですね。はい。まあ、そう、ハマってるから、得したいねっていうのもあるんですけど、まだそこまで僕が至ってないので、まあ、そのあたり、まあ、じゃあ実際どうしていったらいいのとか、どういう風な考え方でやってるのっていうのは、また次回、解説の方で、詳しくお話しさせていただきたいなと思っております。では、今回のね、当選結果、振り返っていきたいんですが、こちらでございます。はい、1870回ですね、当選結果ですが、1等が0口でございます。おめでとうございます。はい、月曜日組の方おめでとうございます。キャリーオーバーございます。はい、しっかりね、キャリーオーバーがあるということで、2億4500万、飛び47万218円のね、キャリーオーバーでございます。で、2等が8口ありまして、858万2900円。これでも十分ですね。本当におめでとうございます。で、3等が196口あって、37万8300円。4等が11万1444口で6800円。で、5等が19万1500飛び8で1000円でございましたよと。いうことで、まあ、キャリーオーバー先ほども申し上げましたが、約、2億4500万円ありますよという状況でございます。まあ、これ毎回思いますが、まあ、もちろん自分が当てたら面白いねとは思っているんですけど、ただまあ、ご覧になっている視聴者さんの中でも当たっていたら本当に僕は嬉しいなと思っているので、まあ、特にね、高額関連ですね。やっぱり、銀行に取りに行きましたよ、とかっていう話ね、が生まれてたら本当嬉しいですし、まあ、実際ですけど、もし一等取れてましたってなったら、まあ、この動画はもうすでにその時には見ないっていうふうにね、なってるかもしれませんけども、まあ、やっぱりね、自分自身だけで楽しむっていうのも一つあるんですけど、まあ、この奥チャンネルというね、YouTube チャンネルを通して自分の動画を見てくださる中、ね、にいらっしゃる視聴者さんが、当選して僕は本当に嬉しいなと思ってるので、まあ、なかなかね、僕当たりましたってコメントで入れるのはちょっとね、やぶさかだと思いますので、まあ、ちょっとでもね、なんか誰かに言いたくて仕方がないというところで、まあ、でも、かといって、顔も出したくないし、名前も出したくないし、こうやって当てたんだっていうのも言いたくないっていうのもあるんだったら、まあ、別にチラッとね、僕ツイッターもやっておりますので、ツイッターの方の DM 入れていただいて、まあ、細かいことを言えませんが、当たりましたよというようなね、なんかこう、ご一報いただけたら僕は嬉しいなと思っております。はい。まあ、ちょっとね、今回、まあ、久しぶりの復帰戦ということで、まあ、小当たり取れたので、まあ、非常に良かったなとは思っているんですけども、やっぱりまあ、本当に3等、2等、1等を、目標にやっておりますので、そのあたり取り続け、当たるまではね、もうやり続けるぞっていうふうに決めておりますので、このあたりね、ちょっとどっか着地しときたいね。3等とかは、行っておきたい、せめて。まあ、それよく言えば1等とかの方がいいんですけど、まあ、やっぱなかなか簡単に当たるもんじゃないと思ってるので、まあ、できるだけ自分の攻略法とか考え方で、まあ、3等ぐらいは狙えるように、まあ、こう、詰めていく感じで、ちょっと頑張っていきたいなと思っております。では皆様、来週のロト6でお会いいたしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。